どうもこだまるですきーたろです今日のきーたろ TMI は10月ももう終わってお疲れ様でした <laughs> もう終わりですね、的なやつですね。そうそうそう、ほら、なんか、月金だからさ、あの、本業の方が。うんうん。そう、だからなんか、1ヶ月終わるとなんか、あー終わったなって感じするんよね。ああ、なるほどね。確かに確かに。てかもう今年終わるね。そうなん、やばくないあと2ヶ月だよ。いや、てかもう、うちらはさ、今年マジでいろいろあったね。頑張ったね、お互い。いや、ほんとお疲れ様や、早いけど。<laughs> <laughs> じゃあ、今日はガルプラのファイナリスト、ユリナやルイチが帰国したみたいなので、そちらの話をしていこうと思います。まあ、そもそもさ、もう 帰国しないでーっていう気持ちだよね。こう動画とか出てるけど。ね。てかなんかそもそもなんでゆりなちゃん帰国する必要あるんと思ったらゆりなちゃんでデビューしてなかったんだね。<laughs> <laughs> <laughs> そうだよ。<laughs> でもさ、本当にさ、映るじゃん。このなんか映像とかあるでしょ、うん、帰国するときの。うん、で、見るじゃん。もうスタイル良すぎてびっくりするよね、マジで。いや、本当に、しかもさ、なんか、ニッコニコのさ、もうメイクもさ、普通にステージ立つときと同じぐらいバッチリしてるし、もうスターなんよ。わ、うん、かるわかる。ね、なんか、いやもう本当デビューした感じの見た目だよね、マジで。いや、本当デビューしてる人たちのあの空港写真みたいな気分で見てたよ。わ、うん、かるわかる。 組んできたのが、まあ、さっきも言ったけどルイージ、あとウェンジャちゃん、ファンシンチャオチャのペア、プヤギンサイビンのペアだよね。そうだね。いやーなんかほんとゾロゾロとさなんかペアになって帰られてさ、いや悲しいよね。なんかそうだね、ちょっと虚無感に襲われるよね。までもさその虚無感っていうのもあるけど、でもなんか逆に言えばこのガルプラに出演するとき私さ誰が参加するっていうのを空港写真とかちゃんと追いかけて見てなかったんよ。うんうん、でもこうやってファイナルを終えてなんかすごい興味 持ってさこうやってああ帰っちゃうんだって思えることはすごいなんか幸せな感じがする確かになんか行きと帰りでこうもねもう状況が変わるってことだよねうんそう感情移入しちゃってたって感じがするよねうん、うん、確かにそれはなんかあれだねもうこの出会えたことがすごい嬉しいよねうんでもなんかさ C グループは特にインスタライブしてから帰国みたいな流れが結構あってさうん,、うん。なん,かなんなら「韓国ちょっと観光しました」みたいな「プヤギンとサイビンペア」とかさ。えー <laughs> you <laughs> そそうそういたりして、まあなんか楽しそうな感じはね、前回も言ったけど、インスタライブとかも通して、楽しそうな感じは伝わってきてたから、まあそれはやっぱり安心というか、良かったって感じがするよね。うん,うん、確かにそういうの見られるの楽しいし、ファンは喜ぶしね、好きだしね。うん。でもなんかさ、何よりも、プーちゃんの配信、なんかちらっとさ、切り取ったやつ見たんだけど、もうなんかさ、あの、なんだろう、すごいはっきり言うじゃん。あの感じめっちゃ好きだわ、私。<laughs> わかる。しかもなんだっけ、あの焼きそば、ジャパグリみたいの食べながらね、 うん、なんかもうお箸に巻きつけながらやみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 結婚してください、ノーみたいな。<laughs> そうそうそう。いや、もう、確かにもう、まんまプーちゃんって感じだよね、あれがね。そうそう。あの感じめっちゃよかった。本当、ね、私さ、これプライベートで言ってたやつだけど、本当 AKB でいうちょっと小島春菜さんみを感じるよね、ちょっと。あー、わかる。なんか、めちゃくちゃ可愛い美貌なのに、なんかファンをズバッと切り捨てる感じみたいな。ね。そうそうそう。なんかすごい笑顔でさ、え、やだーとか言うじゃん。ギャンギャンって。<laughs> わ <laughs> かるわかる。<laughs> なんかあの感じにすごいね、なんか親しみをより持ったわ。うんうん、わかる。これ、あれはね、好きになるわ。あと、帰国の空港の話と全く関係ないんだけど、ガルプラの最終回のさ本編で、ウェンジャちゃんがさ、ルイチが最初にやった時、空港でやった時の話してたら覚えてるなんか。あー、してたね。そう。なんかさ、ルイチと、あった、ルイチ最初に空港で会った時になんかすごい、そうちょっとかっこつけて、ドカって座ってる。うん、なんかクールな感じで、 なんか人見知りなのかね、うん、座ってたって話あったじゃん確かになんだっけなんかガン飛ばしてたみたいなこと言ってなかったっけそう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  <laughs> メンチ切ってるみたいな <laughs> そう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 ,そう,そうなんかそれすごい思い出したなんかウェンジャちゃんも私もじゃあみたいな感じでメンチ切りやみたいな <laughs> 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 しかもそのあれだよねあのみんなでさあの囲んでご飯食べてるときだよねあそうそうそうフルコースみたいなやつの <laughs> そうそうそう,そうなんかそれで空港でのルイチのまねしてたよねベンジャちゃんなんかそう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 むすとして <laughs> めっちゃあんなさ言われるの恥ずかしいよね <laughs> あでもなんか今となったらもう仲良くなったからこそ言えるエピソードだよね <laughs> そうそうそうでルイチは人見知りなんだなっていうのが分かるよね <laughs> うん分かる分かる <laughs> いやーなんか本当あの話をね思い出したわうんん確かになんかかにあんまりそっか 最終回ってさ僕らもうデビュー決まった順位のさ感想とかはやったけどあの最終回の本編自体にあんま触れなかったけどさ、うん、あの食事のシーンとかめちゃくちゃ面白かったよねそうそうなんよすごい良かったよねあそこの話とか <laughs> ねえねなんかあそこの話でみんながすごい仲いいっていうのがより伝わってきたもんねうんそうそうそうしかも国を越えてねうんあとデビューの感想でも言ったけどひかるちゃんがやったら韓国上手くなってるなとは思った <laughs> うん、うん、<laughs> そうだね。あてかふふふちゃんふふ 戻すけど、あの帰国した時の動画あるじゃん。なんかさあの時、ゆりなちゃんがなんかすごいまスタイルがいいっていうのもそうなんだけどさ。なんか紙袋をさなんかちょっと整理してるみたいなシーンがあって、<laughs> うん、<laughs> なんかさあの時の整理してる感じのゆりなちゃん、めちゃくちゃひんない。わ <laughs> かる。<laughs> あのナイキの紙袋やろ。そう <laughs> なんかさ、いや、超、いや、なんか、お上品だなと思ってさ。あ確かに。なんか、所作がなんかあれだよね。うん。すべ、うん、て美しいよね、ゆりなちゃんは。そう。なんかちょっとお嬢感を感じるよね。うん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 。確かに。でさ、そのゆりな、お嬢ゆりなだけどさ、うん、なんか、ぷーちゃんのさ、その、配信インスタライブかなでさ、ガルプラの裏話も結構言ってくれてたけど、うん、なんか、みんなさ、睡眠時間1日1時間とか3時間、1時間から3時間ぐらいしかなかったけど、うん なんか、ゆりなちゃんはいつも撮影の3時間前に起きて準備してたって。あー、すごいね。なんか、やっぱあれなんだね。もうすべて整えた状態で出るんだね。そう、メイクとかも完璧でっつってて。なんかさ、プーちゃんは、例えば10時からスタートだったら、私はもう9時50分に起きて、なんかメイクもそんなにしてない。<laughs> もう最後の方してなかったけど、みたいな。<laughs> <laughs> でも、ぽいよね。ぽいぽい。それがプーちゃんぽいんだけど、なんかユリナちゃんはもう10時からだったら7時に起きて全て完璧な状態だったとか言ってもう、お嬢。うん、えー、なんかさ、そのさ、その3時間の間に、まあ、全部整えるもそうだけど、なんか全ての新編整理してそうだよね。<laughs> 小説 <laughs> せりって言い方そうそう <laughs> いやなんかちゃんと片付けの時間が入ってそうすごいよねなんか想像だけど確かになかるなんか例えば俺とかだったらもうキャリーとか開けっぱで行っちゃうけどゆりなちゃんはもうキャリーも全部閉めてもう,もうすぐそのまま外に出かけられるような状態で,で練習とか行きそうだよねそうそうそうなんか他の人に迷惑がかからないようにとかそういう配慮とか行き届いてそうすごいね<ー>いやーすごいゆりなちゃんでさ前回もさ脱落メンバーのそのそ後みたいな がやったけどその後にもさゆりなはインスタ投稿してくれててまた「フィルム」っていうタイトルで、うん、なんか写真をたくさん載せてくれてるけどさすごい一つ意外だったのがめいちゃんとすごい仲いいんだねねえ思ったすごいさいっぱい写真やったよねそう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 しかも2人でギュッてしてるやつもあったりとかなんかあんまり本編ではさあんま絡み見たことないなと思ってたからもしかしたら見落としてたかもしんないけどうん、うん、確かに意外いやでもさやっぱ美は美を引き寄せるんよあー確かに姉ちゃんもスタイルイシュー美し いもんね、そう。あとあの、空港の時はさ、また空港の話戻すけど、空港の時はさ、うん、マネージャーとさ、一緒にいたじゃん、女性の。マネージャーらしき人と。なんかあれはさ、オスカーの人なんかね、それともなんか、なんかなんだろう、あの人と思って。韓国の事務所の方だったらいいのになってすごい。まあ、そんなわけないからさすがに。<laughs> でもそうだね。オスカーの人が迎えに来てくれたんかな。うーん。日本の人なんかね。ね。ちょっと気になったね。そうそうそう。でも、あれなんかね、ハイブで引き抜きないかね。まだ言う。<laughs> 早くで手続きしてなかった、してないかな。<laughs> <laughs> 本当だよね <laughs> で。でルイチーも空港の動画ルイチーも空港にいる動画を見たけど、なんか最初さ、単純にスタッフさん周りにないかと思ってさ、ルイチー一人で対応してるんかと思ってめっちゃなんか心配になったんだけど、ま、あいざちょっとね、ちゃんと見たらね、女性スタッフかな何人かいらして、なんかすごいさ、ファン、ファンサービスっていうか、めちゃくちゃファンとコミュニケーション取ってたね、ルイチーも。ね、普通になんか、身乗り出してね、話とか聞いてあげたりしてたりとかさ、うん、ね、すごい気さくだったよね。ね、なんかまあ、あ手紙とかさ、 なんか受け取ったりねまあゆりなちゃんもそうだったんだけどうん、うん、そルイチはよりなんかよりなんかなんだろう待機時間があったのかすごいコミュニケーションが長そうな感じがしたねうん、うん、確かに写真とかもね、うん、気さくに撮らせてあげたりとかねそうでもルイチも撮影に帰国してしまったから中国でねどういう活動するのか前回の動画でも言ったけどなんか寂しいというか楽しみだけど寂しいみたいな感じよね,ねなかなかね目に触れる機会とかねガルプラの時よりかは絶対少なくなるからさうん,なんか 華やかにデビューしてほしいよね。ね。でプーちゃんのプーちゃんとサイビーンの空港の時の動画これさまずプーちゃんのあのファーコートというかめっちゃ似合うね。<laughs> もう本当にプーちゃんって感じだよねザ。 もうほんとに期待を裏切らないっていうかさうんめちゃくちゃいいしあのインナーの配信とかで着てたピンクのニット着てるなっていうとこも含めてかわいいんか <laughs> ファーコートの下ねそうそうそう,そう <laughs> まああとなんかこれ多分他のユリなん時はもう分わかったんだけど結構さ長時間動画とか撮られててスターって大変だなって思ったよね見てるうちらもう,うちらだけどさ、うん、確かにもうずーっと移動という移動ずーっと真横につきっきりだもんね うんまあでもなんかそういうさ今までマスターがマスターの切り取ってた写真をホイホイに、ね、集めてたなぁとは思ったけどね <laughs> <laughs> まあねそういうのがすごいいいショットだったりするからねそう、まあ、なんか動画のコメントとか見てくとさなんか韓国式で頭を下げて挨拶する後ろ姿を見ると「てんてんてん」みたいな「あの2人にこれまで偏見があったのではないかと思います」って書いてあるんよね <laughs> ああ確かに2人は C グループだもんねそうで多分こういったさ素の部分より見るとさあーなんか なんか改めていい子だなって思うさ箇所がやっぱいくつか出てくるじゃんうんかそういうとこをねなんかより見たかったって感じがするんだろうね韓国の人とかでもこれは韓国の方のコメントなんだけどさうんうんそうだね確かにやっぱ番組だとねどうしても一部を切り取られちゃったりするからねでもなんかこの2人さ多分一緒に帰国するように多分エムネット側が手配してくれたっぽいんだけど、うん、なんかホテルで一緒に一緒の部屋だったり一緒に旅行してるような感じの韓国の韓国観光してるよう 感じあってさインスタとかの投稿でも、うん、すごい仲良さそうなんよねああそうだねなんかあんまり番組ないとこではあんまりちょんあんま知らなかったなまあてかでもそれはそうだよね結構ゆりなちゃんもそうだしね結局うん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 そうなんよいやーほんとそういうケミとか大好きだからさいやもっとね見たかったね時間足りんかったねねもっと裏側とかねこういうオフショットみたいのね欲しかったね,ねなんかあれなんかのオーディションはさ24話ぐらいやった方がいいんかね <laughs> 倍 <laughs> 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 半年ぐらい。いや、ほんと全然それでもいいよね。でもさ、なんだかんだ、ま、あ多分撮影はさ、コロナとかとか結構、隔離期間とか含めたら結構長い間、韓国にいたと思うんだけど、今さ、放課後の時きやってるじゃん。あれさ、本編じゃない番組もやってるから、ああいう感じで配信してくれてもよかったなって気がしちゃうよね。ああ、事前番組的な感じで。そうそうそう。うんうん。そうだよね。この規模だったら全然やっていいよね。99人もいたわけだしね。確かに。 で、最後、ウェンチャちゃんとファンシンチャウちゃんの空港のとこ。もうここは、私は何よりウェンチャちゃんのスーツケース3個で <laughs>、でかっていう <laughs>。びっくりだよね <laughs>。そうだよ、ね。3個な上にしかも一つ一つ大きかったよね、すごい。そう。いや、パパへの土産かなにしてもでかいなみたいな。<laughs> <確>かに <laughs> まあでもなんかせっかく来たら買いたくはなりそうだよねなんかそうだねもうなかなかねこうでもないとね他の国とかって行けないだろうしね確かに隔離されるからさなんか食べ物買い込むぞっていう気にもなりそうだしね <うん S 1> <laughs> <laughs> 確かに、まあ、あとウェンジャちゃんがさインスタのストーリーで、まあ、ファン・シンちゃんちゃんと一緒にバイバイって言ってるやつとかあってあとなんか一緒にこの二人も多分ペアで泊まってたっぽいんだけどこの二人もなんかお出かけしてた気がするんよねストーリーだったと思うんだけど<ー>そうここもなんか楽しそう楽しそうというか満喫してくれた感じがあってなんか嬉しいけど寂しいまたここも思ったとこよねえいやでもなんかあれだねいい思い出だったらいいよねこの韓国がね確かにそして戻っ たらもうぜひね本当に何回も言うけどデビューしてほしいよねうん本当にてかこうやってささっきもそうだけどさなんか割とさプーちゃんとサイビンちゃんとかさ今回のウェンジャちゃんとマシェチャオちゃんとかもさなんか,いなんか意外のペアっていうかまあ意外ではないのかもしれないけどなんかいいね、うん、なんかケビ的な感じでねね本当んになんかあっちでもっと交流あったりするといいよねうんうんうんそうだねまあ、あとなんならさ本当これ3回目ぐらい言うけどさえ4回目かな道っぷよじゃに出てくれんかね <laughs> <laughs> そうだよみんな揃って出てきてほしいねもうしつこいよねえーバーれのーバのでオーバーでもう実現するまで言い続けるよね <laughs> いやしかし何か本当に帰国までこうやって見ていくと本当にガルプラが終わったなっていう感じがするね,ねえなんか一区切りじゃないけどうんちょっと寂しさあるよね まあでもなんかさ、その現地で C グループのみんなは現地中国戻って実際に会ったりっていうのはもしかしたら難しいかもしれんけどインスタライブとかでさ、なんか一緒に配信みたいなやつとか、そういう絡みが見れるといいなっていう気持ちになってきた今はもう。うんうん。そうだね。そこに期待したいよね。うん。まああとはこのガルプラ出て、まあ韓国の事務所か、もしくは中国の事務所か。ユリナだったら、まあハイブからのお誘いか。ユリナだけなんか、ユリナだけなんかすっごく具体的だけど <laughs>。 特定の事務所。<laughs> 最強の事務所だからね、俳優。お声とかねかかってるといいよね。そうだね。いやもう本当に、うん。でもさ、みんなのこれからが楽しみだよね。そうだね。結婚してください。No！プイちゃんの真似ねこれ。到達。いきなり何言い出すんかと思ったわ。<laughs> <laughs> やる好きだん。<laughs>